はい、皆さんこんばんは、タクでございます。さあ、ポポロクロイス続きをやっていきます。前回ですね、このナルシアちゃんが、仲間になったということで、ちょっとね、あの先の方進んでみましょうか。はい、かなりね、また久々なんですけれども、引き続き頑張ってやっていきたいなと思います。なんだこれは、不思議な井戸だ。見ているとふっと吸い込まれそうになる。なんだろう、魔法の源的な感じですかね。よいしょ。じゃあとりあえず先進んで、お、魔法で木を消しといたから、山の方に行くには、行く道はもう通れるよ。ここまでサービスしてやったんだ、後のことはもう知らないからね。いいかいナルシア、さっさと用事を済ませて早いところ帰ってくるんだよ。 OK。 いや、なんだかんだギルダもいいやつだね。じゃあこの木を、どかしてくれたってことで、ちょっと先に進めそうかな。行ってみましょうか。お、進める進める。じゃあこの先に行って、あ、なんかもう敵もエンカウントしなくなってるかもね、もしかしたら。おっと、ロード中、長いよ大丈夫かな。長い何も起きない、マジで何も起きないぞ。リセットするかあ、行った、あ、よかった、行った、行きました。さっき進めた。さあ、ナルシアちゃんを含めての初めての戦いです。ナルシアはね、魔法が結構強いので、ウィンドシュートいとこうかな。はい、かわいい。あ、でも魔法攻撃効かないな、これ。あのゴーストは魔法攻撃効かないんで、物理だね。ちょっと隅々まで探索しましょうかね。まあ言うても一本道だと思うけどね。さて、じゃあこの子は普通に攻撃して、オッケー、いいね。レベルもね、そこまで今高くないから、ピエトロたちのね、ちょっとレベルも上げたいところ。さあ、ガンガン行こうぜ。ナルシアちゃん、ちょっと下が、大魔法っていうのがある。命の雫。戦闘不能になった味方を一人復活させる。使用後、次の番は動けない。なるほど。気合ってのもあるよ。気合やってみようか。ためる感じあ、やばい、あー、命の雫行かないと。まずい、向こうも気合。命の雫やろう、命の雫。それかな、道具ない道具。癒しの葉は回復だな。命の雫、気合の命の雫で、ナルシアちゃん動けないからね、今一旦ね。あー、やったわ。あらー初めての全滅です、マジで。で、こうなるとどうなるんかな。所持金いくらあったっけ。まあでもお金減ってるだろうな。いやー、ちょっとレベル上げ必要っすね。ちょっとレベル上げしましょうか。ちなみに今、レベルは5、あとナルシアちゃんレベル1なんで、少しねレベル上げたいと思います。いやー、結構きつかったもんな。はい、ということで、ちょっとねレベル上げ頑張りました。ちょっとね、見てレベル10はいかなかったんだけど、ピエトロレベル9、ナルシアちゃんレベル8になりました。で、いろいろね、魔法も覚えましたよ。魔法レベルも上がったしね、こんな感じで。はいはい。ね、結構強くなったでしょ。この辺でね、レベル上げてたんだけど、もうだいぶね、余裕になってきました。ということで、先に進もうかな、なんて思います。あ、もうこんな雑魚ね、楽よ。楽勝、見てて。もうね、こう自由に戦いでいいから。
あ、ウィンドシュート、ウィンドシュート、風の刃、風の刃、ほらメタメタにやられてたオークにももう余裕で勝てるようになりました。やっぱね、 RPG の醍醐味はね、おレベル上げだよね。うん、じゃあこっちの方道なりに進んでいいのかな。もういいよいいよ、雑魚雑魚的ながもういいよ。ただねこいつらちょっとね、厄介で寝かしてくんだよねこいつら。こいつらは少し厄介だった、戦ってるうちはね。でもそんな敵も、余裕のよっちゃんでございます。ちょっとナルシアちゃん引っかかってるけど大丈夫そう大丈夫そう、ナルシアちゃん、ナルシアちゃんで、まあ、ちょっと一回見せようかな。ナルシアちゃんね、こんなこともできるようになりました。魔法で、ホーリーバースト、レベル3ね。これ効くかな？敵全体に与えられるんだけど、めちゃめちゃいいんだよね、これが。はい、一発！はい、最高ね。はい、最高ね。こんな感じで、めちゃめちゃ強くなりました。では、こっちの方かな？合ってる？道。宝箱とかあったら取りたいんだけどね。ああ、なんかやばい、やばいの来た。初めて会う。ちょっと自由に戦ってもらおうか。あ、防御してる、さすがに防御してる。大丈夫か？ピエトロ王子の物理攻撃で倒したものの、ナルシアちゃんがずっとガードしてたな。ちょっと回復しておこうか。癒しの葉。オッケーオッケー。この先進めばいいのかな？こっち行って。あ、なんか洞窟っぽいのがある。お、ガミガミ魔王の音楽だ。っていうことは？ガミガミ魔王の城来たかな？あ、音楽もいいね。ウィンドシュート。いいよ。なんかここで結構またレベル上がりそうな感じだね。ちょっといろいろ見て回りましょうか。ガミガミ魔王の城なんじゃない？ワンちゃん。扉はびくともしない。どうやら内側から鍵がかかっている。じゃあこっちじゃないな、戻ってみようか。うわ懐かしいこの音楽一回聞いてるけどさ。エレベーターかな、上行って。そう、ちょっと言っちゃうとガミガミ魔王もね、後々仲間になるんだよね。あ、ちょっと待って、なんかこれメモ書き、あ、これなんでもないか何でもなかったわ。うわー、ガラクタだらけ。お、待って、ガミガミ魔王の前にこの人がいたか、やばい。動かないんだよね。来た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 。そう、調べても何もないなんないです。で、後をついてくる。お前は一体何なんだ。うわー懐かしい。あ、宝箱ちゃんと取っときましょう。魔法の元、来た来た。カッカッカ。拙者の名は白騎士、伝説の剣を求め旅をする騎士でござる。旅の途中ここに迷い込んだところ、ガミガミ魔王とかいう、悪人の手下に襲われ、無念にも剣を奪われてしまったでござる。まあそう、それは私は森の魔女ナルシア、そしてこちらはピエトロ王子。王子？はい、僕ポポロクロイスの王子です。ガミガミ魔王は僕たちのお城からも、宝を盗んでいったんです。その宝を取り返すため僕たちはこれから魔王の城に行くところなんです。なんとそなたのような子供が、なんと立派な。ピエトロ王子、そなた何やら立派な剣を持っているでござるな。
竜の剣ね。それに引き換え今の拙者の剣はこれでござる。ゴミ捨て場で拾ったおもちゃみたいな剣でござる。お、敵いたんだ。いや、おもちゃの剣でも倒せちゃうね。そう、白騎士強いんだよ。どんな剣を持とうと拙者は正義の騎士でござる。悪党になど負けんでござる。王子、拙者は決めたでござる。共に戦い、あのガミガミ魔王をコテンパンにやっつけるでござる。え、本当に？本当に僕たちと一緒に戦ってくれるの？本当でござる。この白騎士死んでも嘘なんぞ言わないでござるよ。かわいい、喜んでる姿かわいい。さあ話が決まればあとは実行あるのみでござる。魔王の城に乗り込むでござるよ。きたー。さあここで強力な助っ人が仲間になりました。白騎士、ちょっと装備品とかさ、どんな感じ？生倉の剣、まあアクセサリーはねないんだよな。陣形ちょっと整えてみようか。これでいいかな。あ、白騎士が一番前もいいな。白騎士一番前にしとこうか。 HP 一番高いしね。これにしよう。でさっき魔法のなんだっけ、魔法の元みたいな、特別な薬使うと魔力が2ポイントアップする。まあこういうのは俺はね、主人公に全振りするタイプなんでピエトロ王子に使いたいと思います。はい、あとは大丈夫かな。豚貯金箱にお金入れとく。あー、1000ゴールドあるからお金入れとこう。豚貯金箱に今どんぐらい溜まってるかな。振ってわかんだよね。程よく入っているようだ。回復とかも大丈夫そうですね。じゃあちょっとこの先進んでみましょう。やった、白騎士仲間になった。なんか看板かな。矢印っぽい感じするけど。でもさ、白騎士仲間になったってことはさ、なんかこの先ボス戦が待ってんじゃないの？待ち構えてんじゃないの？お、なんだこれ。これ当たって平気？これはこれは、ようこそガミガミシティへ。このグレート&ビューティフルな街の歴史を説明しまひょうか。ぜひ。自分のお城を作ること、それがガミガミ魔王様の昔からの夢だったのでふ。お城には城下町がつきものでふ。そこで魔王様はこのシティを作ったというわけでふ。ここは素晴らしい街でふ。楽しんでいってほしいでふ。まあ、ガミガミ魔王の城の城下町なんだね。ね。外からのお客様大歓迎でーふ。いいな、みんないいキャラしてるんだな。あ、ちょっと右端の宝箱気になんない？で、ワンチャンこの辺でさ、あ、いけたいけたいけた。こうか。こう。いけないかな。こっち行ってこう。こう。あー、ダメだ。こう。いけないか。こうか。こうだ。いけた。来た来た来た。500ゴールド。あ、じゃあこれ豚貯金箱ですね。あ、待って待って、なんかさ、城下町っていうぐらいだから多分ね、なんか買えると思うんだよね。装備品とかもし買えたら買いたいな。全自動ハウスを、すごい、次はオイラの番。全自動ハウス何だ。全自動ハウスってなんだろうね。次はオイラの番だ。なんか嫌がってる感じしてたけど。この辺りは高級住宅地。よくわからないけど、とにかくそうなんでふ。今日高級なんでふね。そうなんでふか。ここはシティ自慢の全自動ハウス。あ、これか。お客様を歓迎するため、あらゆるサービスをしています。見てください。あの人の顔を死ぬほど喜んでいます。嫌がってない？皮がむけちまうよ、闇ちくり。私、ガミガミシティ構成局から派遣されまひ、派遣されまひた。サービスローボーでございまふ。読みにくいな。人間は顔を洗うととっても気持ちいいそうですね。精一杯サービスしておりまふ。かわいそうに。
じゃあこれなんかちょっと下いけそうだな。下とか上とかいけそう。受け上か。お、なんだ、ベッドメイクが私の仕事。なんかどっかで宿屋みたいなのあるかな。いやでもガミガミシティいいな、個性が溢れてる。おお、すげえすげえすげえ。ウプロピーこの階段を降りるとシティのダウンタウン、デンジャラスなど。デンジャラス大丈夫ですか。たまに来るダウンタウンはなんだか刺激的。すごいサングラスかけてるかっこいいな。どうでいい兄弟、俺らの悪ぶり板についてるかい。いまいち頑張ってるのにいいよ。ヘイベイビー、ここはシティのダウンタウン、デンジャラスのゾーンだぜ。でそういうことになってるんですよ。よろしくお願いします。なんか装備品とかもらえないかな。夫婦喋る連中にをいきなり連れてこられた。それでよ、今日からあなたはダウンタウンの住人の役でく。なんて抜かしやがってよ。畜生、俺も綺麗な部屋に住みたいぜ。設定なんだね。多分このロボたちはこうダウンタウンとか高級住宅地とかわかんないだろうね。こう言われるがままに過ごしてる、そんな感じしますね。あれ、あんたひょっとしてピエトロ王子だ。お、知ってる人がいる。いやいや、実は俺はね、前はポポロクロイスの城下町に住んでたんだ。ところで王子さんはなんでこんなところに。ちょっと観光にちょっと観光に王子様ってのも暇なんだね。ごめんなさい、違うね。ガミガミ魔王をやっつけに来たんだよ。あいつ悪いやつだったのかい。いや確かに俺も無理やりここに連れられてこられたんだけど、でもさ、あのガミガミ魔王ってそんな悪いやつじゃないと思うよ。あいつはただ自分の城とか町が作りたいだけらしいんだ。それで無理やり人を連れてきて、足りない分はロボットで賄ってるってことさ。まあいろんな考え方があるだろうけど、ガミガミ魔王って俺はそんな悪いやつには思えないよ。だそうです。へえ。まあでもそんな悪さはされてない感じだね。あ、ダウンタウンから戻ってきましたね。なんかないかな、お店的な。あ、なんかここはちょっといかにもな感じだから、ちょっと後で行こうかな。この辺お店とかじゃないかな。あ、ほらほら、なんかカウンターあるよ。ガミガミデパート買いたい。あ、武器買える。うわー、鋼の剣欲しい。ちょっと豚貯金箱壊しちゃおうかな。とりあえず、ナルシアちゃんに新爆の杖を買って、あれ、装備したかな、今。装備。ナルシアちゃん、木の杖。これね。で、一回、売りましょう。ナルシアちゃんの。木の杖。これ売りましょう。20ゴールド。20ゴールドか。じゃあ豚貯金箱壊す。割っちゃうの。でも割っちゃったら多分豚貯金箱あれだよね、割るっていうか蓋を開けるみたいな、ないの。割ってみるか。もう多分豚貯金箱これにて任務完了だな。中には3500ゴールド。あー、なくなっちゃったー豚貯金箱なくなっちゃった。まあ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 、いいでしょう。今までありがとう、豚くん。で、ピエトロ王子は、やっぱ、竜の剣が強いみたいだね。じゃあ、白騎士に鋼の剣、ちょっと、買ってあげましょうか。650ゴールド。装備します。白騎士に装備します。 OK。 でアクセサリーも見てみましょう。いや、ラバーシューズとかあるわ。どうしようね。今どんな感じなの。とりあえずラバーシューズなんか3足買っても良さそうだな。
3個買う。白騎士でしょ、まだ装備します。でナルシアちゃんにも、うわーどうしよう、とりあえず樫の指、腕はいらないかな。でピエトロ王子も、樫の腕は、はい。でちょっと見てみよう、一回様子見、装備品ね。銅の腕はしてて、緑の指輪っていうのがしてんだ。樫の腕は、銅の腕は、はいはいはい。まあ防御力上がればいいかな。騎士の腕輪ってのがあるよ。これは白騎士か、専用だね。で樫の腕はいりません。で他はどうですか。あやべ間違えた、白騎士装備するの忘れちゃった今。いやあ、騎士の腕してんじゃん。えもしかしてさ、これ2個装備できる、2個装備できんだ。うわマジか、ラバーシューズ1個余計だったね。いやでも大丈夫かな、とりあえず、とりあえず大丈夫そうかな。あんまお金使うのももったいないし。なんだこれ、神々魔王が発明した薬、その効果は不明、戦闘中のみ使用できる。5ゴールド5ゴールドか、1個2個ぐらい買っ、1個買っとこう。戦闘中のみだから、これ一応もね、アイテムも、装備しないと使いようがないんだよね。癒しの葉、癒しの枝、癒しの枝の方が回復するんだけど、とりあえず癒しの葉だけでいいかな。 OK、 じゃあこの辺 OK ですね。ウィンドウショッピング楽しんでると、買い物したいデフ、でもお金がないデフ、それは頑張って稼いでください。1階では素敵な買い物が楽しめる、2階ではナイスなアトラクションが見られる。ちょっと2階行ってみようよ。いや今回はちょっとガミガミシティをちょっと楽しむ感じだな。何回見ても面白いデフ。何？何始まんの？え？上がれるけど。楽屋？今はプライベートタイム。ステージ前緊張する。え、どうやったら始まんだろう？うわ、なんかすごい最上階来ちゃった。お土産買っていくといい。なんかちょっといろんなとこ行っちゃうな。あーガミガミグッズガミガミモナカ、ガミガミくんこれお土産だねこれ多分ね。爆刀だって。あ爆刀ってこれあれかな、ガミガミ魔王の装備品かな。宅配係、何この土産物店では宅配サービスをしています。びっくり印がついたお土産はこちらに行っていただくと、お客様の家までお届けします。おーびっくり印のアイテムを買ったらぜひ声をかけてほしいデフ。ちょっと試しに1個買ってみる？何？おみくじ装置。占ってみよう。あなたの運勢は、大吉、ラッキーカラー、金。開運小物、ハンマー。ウルトラ幸運、今までの努力が実る時期が来ました。オールイケイケでレッツゴーなのデフ。来た！チャンネル登録者数増える？あとプレステがあるね、ここに。じゃあちょっとお土産なんか1個買っていくか。ペナントしか買えないな。ちょっとお金使っちゃったけど、宅配頼みましょう。
商品の方はお客様のご自宅まできちんとお届けしま、しておきまふ。さあやった。じゃあこれで多分ピエトロ王子が自分のお家に帰ったらこのペナントが届いてんだ。これ何、出演前、何これ、いつ始まるの、ワクワクする、楽しみ、早く見たい。まだかな、まだかな、どうしたら始まるんだろう。始まんないね。まだなのかな、もしかしたら。あ、見ていきますか。あ、来た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 。ステージの前に行ってください。すぐに始まるって。会場のみんな元気でふか。これからとっても楽しいショーが始まるでふよ。今日の出し物はかっこいいガミガミ魔王様があのポポロクロイスの憎ったらしいパウロ親子をギッタギタにやっつけちゃうお話でふよ。はーい、それじゃあ始まるでふよ。今日もいい天気でふね。こんな日は散歩に限りでふね。そうでふね、そうでふね。散歩はロマンチックでふね。あれ、何やら足音が。あ、ピエトロとパウロ国王だ。えへへ、てめえらガミガミんところのロボットだな。ここは俺様たちの縄張りだぞ。黙って歩き回っていいと思ってんのかいよ。そんな、ここはみんなの土地じゃ。うるせんだよ、このロボ子が。ロボ子来たか。無事に通りたきゃ金置いてけよ、金。お金なんか持ってないでふわよ。なんでの、このガキ。ヒヒ、やめてくれでふ。誰か助けてくれでふ。大変でふよ、皆さん。罪もないロボットたちが。いじめられるなんてひどいでふ。さあ皆さん、みんなで正義の味方、ガミガミ魔王様を呼びまひょう。あ、来るのかな、ガミガミ魔王本人登場。さあ行くでふよ。魔王様、助けて。あ、え、本人、素敵なガミガミ魔王。本人ちょっとデフォルメされてない。待て待て待て、魔王様。私が来たからにはもう大丈夫。さあ下がって、この悪党ども、さあ覚悟したまえ。すごっ。うん、こりゃかなわん。に逃げろー。うん、思い知ったか、悪は必ず滅びるのだ。白騎士激怒してるね。皆さん楽しんでくれましたか。それじゃあまた会いましょう。いいね、ガミガミ一座。めちゃめちゃ白騎士が怒ってたのが面白かったな。プンプンしてたね。じゃあちょっと気になるところ行ってみようよ。いかにもな場所行ってみない。ちなみにここは、ここお宿かな、ガミガミホテル。あ、一応記録しましょう。記録ね、旅の記録。はい、セーブしまーす。やばい、なんか今セーブしまーすって言おうとしたんだけど、セーブしまーふって言いかけた。危なかった。よし、じゃあちょっと行ってみよう。この上かな。あ、この人も話しかける。勝手に入ってくんな。これでも俺の家なんだぞ。こっちじゃなくて、あ、こっちはお土産屋さんね。ここか、行ってみましょう。なんか扉はびくともしない。え、何、なんか行き方があるんだ。ここじゃないんだな。なるほど。ここはガミガミメモリアル公園。
シティでも最高の見晴らし、若い恋人たちが集まるデートの名所。あ、本当だ。あ、チュッチュッチュッチュしてる。ちょっと待って、どうすればいいんだろう。ちょっとこの先に行きたかったんだけど、どうやら行けないっぽいんで、ちょっといろいろ探してみましょう。お、なんだ、これはこれは、こちらはガミガミシティの市役所でございます。ところでお坊ちゃん、ガミガミシティにはどんなご用でしょうか。ガミガミ魔王をやっつけに来たって言いたいところだけど、一回観光に来たって言っていい？そうですか。それではゆっくり楽しんでいってほしい。あ、じゃあこれガミガミ魔王を倒しに来たって言おう。はいはい、了解したデフ。それでは今から書類を作ります。いいの？ガミガミ魔王をやっつけに来たと。はい、これで OK デフ。少々お待ちを。来た、フラグ立ったな。これで OK デフ、頑張ってほしいデフ。え、本当に？これで鍵解除できるようになったとか、そんな感じかな。でも絶対フラグ立ったよね、今のでね。一回行ってみましょう。あー、来た来た来た。よく来たな、諸君。うん？おお、誰かと思ったらポポルクルーズのバカ王子か。一体何をしに。分かった、言わんでもいい。お前らの考えることぐらいこちらはお見通しだ。どうせ知恵の王冠を取り戻しに来たんだろう。ふふ、返してやってもいいぞ。ただし、俺様のいる部屋までたどり着けたらの話だがな。それではさらばだ、諸君。また会おう。くぅ、言わせておけばでござる。行くでござるよ、ピエトロ殿。あのヒゲ親父、コテンパンにやっつけてやるでござる。よっしゃ、行ったろう。あ、扉開いた。来ました、来ました。